当時お世話になってたドクターがいっぱい困っている人がいたので、この人たちに手伝いたいなと思い、ものすごく一番強いのが分かったんですよ。地方でもその情報が潤沢に回るようにすればいいんじゃないかってことで作ったのが今の教育の支援事業ですね。ものづくりって一緒に作った感があるとものすごくこうみんな気持ちいいんですよね。医療技術に関しては多分終わりがないので、もうずっとやっていく必要がありますね。